い、ではではですね、リスナーさんからのメールをご紹介したいと思います、うん、こちら、ラジオネームアルファさんからいただきました。ありがとうございます。まやさんの演じるシャロちゃんめちゃくちゃ可愛くて大好きです、うん、ありがとう。そしてそんな可愛いシャロちゃんはその外見からお金持ちのお嬢様だと勘違いされているわけですが、うん、まやちゃんも本当は違うのによく勘違いされてしまうことって何かあったりしますか、うん、あればぜひ教えてくださいというわけなんですが、勘違いか、うん、なんだろうな。私はラジオに1回来た時にも話したけど、うん、ロックなんですね。言ってましたね。ロック好きなんだけど、うんうんうん、でもそういう風に見えないから、うん、見えるようにしてるよ最近。おですみたいな T シャツ着てですです割と時々ね、時々ね、この間ももう言えないようなこと切るって書いてあった。ダメだ、ね、って思って、うん、後ろにね、切るファックって書いてた。ダメだP だよ P。 ラジオもうこのラジオで初めてじゃないの P。 ダメだ、もう初めてじゃないの。ラジオめっちゃ爆笑した。でもいいよシャロっぽいよ。買った時はね気づかなかったの、うん、あ、かわいいパーティーと思って買って着てたらみんなに笑われてねえ、それはどういう意味なのって言われて、ああ意味なく着てたって。危ない、すごい危ないね。なんかそんな一面があるんですよ。ロックとかじゃない感じだよね。確かに行き過ぎちゃった。そうだから最近それはね気をつけなきゃいけないと。外側から変えるのやめようって思って、内側から心をロックにしてこうってちょっと思った。ハートをね。なんか確かにそういう T シャツとかパーカーを着てる時に、うん、こう、今日はそういう感じかと思って、うん、おはようって言ってこう挨拶するときに、うんうんうん、あ、今日のワレタさんそういう感じかと思いながらちょっと若干ね、うんうん、あ、なんか話しかけていいかなって思う時があるんだけど、でもね、おはようって言うと、うん、いつも通りの笑顔で、うんうんうん、笑顔たさが見えるから、笑顔たさがおはようって言うと、すごい背中に切るとか書いてあってもあ、今日もなんかちゃんと良かった仲間は内田まやさん、変わらずなんだけどね。なんか見た目がちょっとね、ロッキューな。そうだね、中身は笑顔たさなので、ね、外から変わろうとしちゃう癖があるみたい、ね、なあと時々セクシーな服着てるよね。あー、わかる、うん、割とね、なんかボディコンっぽい服。これそれなんかトレンドなやつ。そう私顔私顔って何？何？あれだよ、あれでしょ、あの服でしょ、黒いやつやね。あの説明していい？いいよ。いい？あのね、うん、あのタイトスカートを履いてて、すごいミニなの。うん、もう本当に、何そう、もう ほとんど太ももとパンツの境目じゃんみたいな、そういうレベルのね、うん、ミニのタイトスカートを履いてて、うん、黒なの。はいはい、で、あの横にね、うん、スリットが入ってて、でしかもそれがね、腰まで入ってるわけ。そうだったね。それが、レースがついてるから、こう、あの、まあ、スリットと言いつつ見えないんだけど、あのね、レースだからさ、透けてるじゃん。だよね。そんな感じ透けてるの？だよね。で、ってことは、もしかしてその奥に見える黒いのは、履いてたよ。まさか。履いてたよ。もしや。まさか、スキャンティーと思って。スキャンティってこのラジオパンツまで OK だから大丈夫。あ、そうね、そうか、このラジオパンツ OK なんだ。パンツ OK だから。そうパンツじゃんと思って急にスキャンティマジかよと思ってやばい、パンツなのね、パンツなのって言ったら、なんか、あ、見えてもいいやつだから、いや、見えてもいい、見えてもいいパンツではないパンツだったはず。そうだねそうパンツじゃないパンツだったから、あのリーションが入ってるやつなの。あ、そうリーションがよく入ってるやつ、あれ、あ、それだけで着ていいのってやつ。そう分かった分かった、あれね、あれイベントの時とかの衣装の下に着てるやつ、うん、クリクリなやつね。そうあれか、忘れらんないんだよね私。いやでもスリットいや本当あの時の光景すごいんだよ、うん、私今ちょっとコピーして伊之助の頭の中にあげたい。おい、くれ今の画像くれコピペしちゃう。コピペしたい、ペーストして。いやーいいよね、やばあれ、もう一回履いてきてほしいな。いやー汗かいた、うん、せっかくは